自撮りの様子カメラが自在に動くカメラ付き携帯電話自分撮りとは自撮り、セルフィー、セルカとも呼ばれる撮影者が自分自身もしくは自分たちを被写体とした撮影方法である。なお、英語で自撮り写真を意味するセルフィーという言葉は2002年から自画像写真を表す省略表現として使われ2013年11月には オックスフォード英語辞典による今年の言葉に選ばれている。スマートフォンではインカメラがついていることも多く画面を確認しながら撮影できる。補助器具として自撮り棒や拡張レンズ、スタンドなどを用いることもある。カメラ付き携帯電話ではテレビ電話用のカメラを用いることで容易に自分撮りができる。一般的なカメラではファインダーで構図を確認することができないため、 意図するような写真を撮るのは難しい。これを回避するためには小さい鏡をレンズ側に取り付ける方法などがある。あらかじめレンズの横に鏡がついていたり、ファインダー部分を回転させることができるなどして、より簡単に正確な自分撮りができるカメラも存在する。自分撮りは周りへの注意がおろそかになるため、周囲の人物や物とぶつかったり、 転倒して怪我するなど事故につながる恐れがある。最悪の場合、死亡事故につながった例もある。2018年の全インド一科大学とインド工科大学カンプル校の調査では、2011年10月から2017年11月の間に世界中で少なくとも259人が死亡した。属性の判明した死亡者211人については、 男性が72.5%で女性が27.5%、20歳代が50.2%で10歳代が36.0%であった。国別では159人のインドが最多で、ロシア16人、アメリカ14人と続き、日本は0人であった。主な死因は、水死、交通事故、落下、火災などであった。ただし、火災は1件で48人が死亡した。 特殊事例である。2016年11月、アメリカのカーネギーメロン大学とインドラプラスタ情報技術大学デリー校は特別な手法を使ってインターネットやソーシャルメディアから世界中の情報を集め自分取りをしている最中に死亡した127件の事例を特定したと発表。国別では最多となったのはインドで過去2年余りで76人の死亡事例を 確認した。具体的な死亡事例としては例えば、2014年3月には、スペインで電車の屋根で自撮りを試みた男性が、高電圧線に触れて死亡したり、同年5月には、女性が車両を運転中に自撮りを行い、前方不注意で衝突事故が発生している。また2014年8月には、ポルトガルに位置する、ロカミサキの断崖絶壁で自撮りをした人物が、 撮影に夢中になるあまりがけから転落死した事故がある。2019年9月1日に江戸川区在住でアイドル活動を行う女性に対してファンの男性がツイッター上の自撮り写真などから女性の住むマンションを特定した上で女性の自宅に侵入、障害する事件があり2020年2月26日に東京地方裁判所で 懲役2年6ヶ月の実刑判決が出されている。2017年11月、エクストリームスポーツ愛好者で、公者愛好者だった中国人男性が、調査士の62階建てビルから自撮り中に失敗して、転落、死亡した。男性の母親は、動画配信会社に対し、危険な動画を検証する規則を有していなかったとして、訴訟を起こした。 2019年5月21日、北京インターネット裁判所は、動画配信会社は、ユーザーの安全を保障する一定の義務を負っており、必要なコンテンツの検証や、動画の削除、遮断をしなかったとして、母親に対して3万円の賠償金を支払うよう、命じた。性的な自分撮り画像に、性的な文章を添付したメッセージを他者に送る、行為を、セクスティングという。 2000年代初め頃から出現し、2012年にはメリアム・ウェブスター・カレッジ時点にも加えられた造語である。セクスティングはインターネットを介して行われる恋人同士の交換行為として流行したが、関係が破綻した後に画像が第三者に流出するリベンジポルノなどのトラブルが多発している。特に青年期のセクスティングはサイバーブリングの原因ともなり、 逸脱行動として危険視されている。ティーンエイジャーが作成したセクスティングは同意の上で、あろうとも自動ポルノとして裁かれるケースが多く、送信する当事者には非常に高いリスクが伴うが、2014年に行われた調査では、アメリカの未成年者のうち約20%が1回は性的メッセージを送った経験があるという。 2014年3月19日、オランダの統一地方選挙では、多くの市民や政治家が投票所で自分取りした画像をソーシャルメディアに投稿する姿が見られた。秘密投票の原則を脅かす恐れがある一方で、有権者らに投票を促す効果もあると指摘されている。アメリカでは州によって対応が分かれる一方で、南アフリカやフィリピンなどは禁止の方針を明確に、 打ち出している。ありがとうございます。